我々の方で便宜を図り貸し付けを行います。なんで借りなきゃならないんだ。この300万の貸し付け金、1分につき 1% の複利とさせていただきます。それって暴利だろ。おい、これ以上俺たちから金取ろうっていうのか。どこの世界、1分に 1% 複利なんて話があんだよ。いい加減その金利って考え捨てるよ。そんなこと言うなら俺たちみんなこの船降りるぞ。どうぞご自由に、引き止めはしません。ただここで勝利すればこれまでの借金が一切帳消しになるだけでなく、さらに終了後その星を一つ100万で我々が買い戻します。帳消し。皆様の私どもへの借金の総額を思えばこれは非常に良心的では。ルールを説明しましょう。説明は1回のみ。どうか集中力を持ってお聞きください。まず今からお配りする星を胸に貼り、袋を開けてください。皆様その遊戯は熟知していらっしゃるはず。じゃんけん。さてゲームのやり方ですが、まず皆様の後方にあるボックスの前に1対1で対峙していただく。そして互いに戦う意思を確認したら、じゃんこう発声し、続いてけんこう発声後ポン、この発声のもと互いに開く。開いた結果勝ち負けが出れば、勝った者が負けた者の胸から星を受け取り自分の胸に貼る。アイコならば星の移動はない。そして使ったカードをスロットに入れる。ここにいる全員で自由に相手を決め、じゃんけんをし星を奪い合っていただく。ただそれだけです。制限時間は30分。30分、そんだけかよ。そしていよいよ確信、このゲームにおける勝利とは何か。途中経過は一切問いません。最終的に12枚のカードを全て使い尽くし星を3つ以上確保していれば勝ち。